はい。今回は、コラボのお仲間、ボンドプロジェクトについてやっていきましょうか。ボンドプロジェクトさん、お金に関する話題ばかり出てくるのはですね、気のせいでしょうか。えー、人件費の水増し疑惑、えー、仲間内のキャンプ旅行、それからですね、高額なホテル代、えー、効果もない常識的に考えたらですね、本来自腹で払えよっていうようなですね、お金まで公金を要求してしまうボンドプロジェクト。えー、今回はですね、 就労支援をするからお金くれーつってですね、言っておいて、大量の公金をですね、要求しておいて、えー、就労支援に関連する成果がですね、一つもないと、<laughs> 効果が一つもないということがですね、バレてしまいましたので、紹介していきたいと思います。税金返せっていう話ですね。はい。えー、まずですね、今回の事件について、こちらのツイートを紹介します。居場所の提供は全部で7箇所。 就労支援喫茶スペース関連の経費は992万5525円。ハローワーク等への同行と書かれているが、先ほどの関係機関連携の表にハローワークはなかった。約1000万円もの拒否を投じているので、きっとハローワーク等を通じず、就労につなげたのであろうっていうのでですね。 まあもう答え出ちゃってるんですけども <laughs>、これもう答え出ちゃってるんですけども、まずですね、えっと、こちらの写真から見ていきましょうか。4枚目の写真から見ていきます。え、ボンドプロジェクトさんですね、若年被害女性向けのですね、就労支援をしたいから、これだけのですね、もう1000万円近くの公金をよこせというふうにですね、要求してくるわけですよね。え、こちらですね、家賃としてまず450万円、月40万円近めちゃくちゃ高いですよね。 で、修繕費でですね、これ250万円と、で、ホームセキュリティでですね、13万円と、で、消耗品でですね、9万円と、で、光熱費、これもなんか高いんじゃないかなと思いますけど、40万円。 で、スタッフの給与としてですね、これ230万円というのでですね、まあ合計1000万円近くをですね、公金という形で気軽に要求してくるわけなんですけども、これですね、どんなことをしてくれるんでしょうかこんな1000万円も経費かけてですね、どんな効果が見られるんでしょうか <laughs> どんなことをしてくれるのかなボンドプロジェクトさん。うん。いや、きっとですね、素晴らしい就労支援をしてくださるということなんでしょうかね。はーい。 まずですね1枚目の写真から見ていきたいと思いますけども、まあ、どういうことをやるのか就労支援喫茶スペースというのでですね、えー、シェルターですとかステップハウスそれからシェアハウスの入居者を主な対象とし 就労サポートを行いながら、昼間の居場所として運営というふうに書かれてますけども、まあ昼間にですね、こういう保護している女性のためのですね、居場所を作ると、それでですね、年間1000万円もくると <laughs>、えー、非常識だということがですね、これ、理解できないんでしょうかね。 もう自腹でやってもらえませんかねこれ。これ <laughs>、就労支援じゃないだろうと思いますけどね。で、続いてですね、2枚目ですね。えー、支援方法、どんな支援をしてくださるんでしょうか。えー、既存の就労支援にもつながりづらい、シェルター、ステップハウス、シェアハウス入居者を主な対象とし、団体スタッフによるサポートのもと、 住居や生活支援とセットの就労支援を実施っていうのでですね。なるほど。1000万円もかけてやることなので、既存の就労支援よりも素晴らしい就労支援をしてくださるということでしょうかね。で、3枚目見ていきますと、就労支援の方法ですね。実際どういう方法でやっていくのか、どういう方法で実現をしていくのかというのでですね。まあもう一回同じような話出てきますけども、これ今までよりちょっと具体的になってきますと。まずですね、ハローワーク等への動向、それから連携対応、 それからですね、法人の相談員、相談補助員としての就労、団体が運営する喫茶スペースでの就労を目指したサポートっていうのでですね、まあ突っ込みどころこれ満載なんですけども、既存の就労支援と何が違うんですか、これ <laughs>。既存の就労支援でもハローワークぐらい通えるじゃないですか。むしろですね、支援しなくても通えるじゃないですか <laughs> お。もう2番目のこの相談員っていう話もですね、 なんかまず仕事してない状態の人を支援するわけですよね。そんな状態でいきなり相談員になれるわけないじゃないですか。こんなんもおかしいですよね。で、3番目もですね。 喫茶スペースでの就労つってですね <laughs>。それただですね、なんか仕事作るために喫茶スペース作っただけじゃないかっていうような話ですよね。もう何が既存の就労支援より素晴らしいんですかこれ。既存の就労支援と一緒、もしくはそれ以下ですよね。就労するところ、働くところを作るために税金くれって言ってるようなもんですからね。仕事がないからカフェ作るから金くれつっ,ってですね、そういうこと言ってるわけですよね。えー、こちらのツイートですね、いいねとリツイートしておきたいと思います。 先ほどですね、ハローワーク等への同行、連携対応というふうに書かれていましたけども、実際ですね、これ何人がこの事業によってですね、1000万円もかけたことによって、何人がハローワークにつながったんでしょうか。えー、まずですね、こちら、令和3年度ですね。令和3年度に関係機関と連携した場所に関するデータになりますと。 まあ、先ほどの1000万円の予算がですね、出る前の年のデータになります。まあ、普通ですね、前の年、こういう就労支援っていうのがですね、需要がよくあったから、えー、1000万円も令和4年度に予算をつけたわけじゃないですか。これをですね、じゃあ、令和3年度本当にですね、就労支援たくさんしていたのか、そんな相談がたくさんあったのかっていうようなですね、そんなお話になるわけですけども、これちょっと見ていきますと、まあ、皆さんもですね、まあ、そ、もうすでに、あの、想像されてるかもしれないですけども、これですね、見事に、 ハロローーワークゼロなんですよね、まあ、一応、ですねここれこの労働相談っていうのはあるんですけども、まあ、ハローワークはゼロなわけですよね。これすすごくないですか <laughs>、えー、今までですね就労支援なんてまともにやってないのにですねいきなり1000万円もらえるんですよ。これ普通、ですねあこういう需要があるんだね、じゃあこれぐらい効果が見込めるから、このくらいの予算つけようかみたいなですねそういう話があって予算をつけるわけじゃないですか。 まあもう少し本当は細かくですね、いろいろ検討されるんでしょうけど、さすがにですね、これ、就労支援に関する相談一切受けたことないとかって <laughs> そんな状態でですね、1000万円いきなり予算つけるかっていうですね、いや、ほんとひどいですよね。まあそういうところがですね、令和3年度のですね、実績を見ればですね、分かってくるというところですね。こちらはちょっといいねしておきたいと思います。 続いてですね、令和4年度のデータになるんですけども、えー、実際にですね、1000万円もらってですね、どうなったか、効果どれぐらいあったか、というようなですね、お話ですけども、ドンと、こちらですね、令和4年度の実績を見ていきますと、えー、見事にですね、ハローワークゼロと <laughs>、チーンっていうのでですね、ふざけてますか、こいつら <laughs>。1000万円返せこら、っつってですね、 ほんと、ふざけてますよね。就労支援をしたいからですね、1000万円くれつってですね、1000万円与えたらですよ。えー、ハローワークにつなげるから金くれつってですね、1000万円渡したらですよ。一切ハローワークにつなげていないというですね。ほんと、ひどい奴らですよね。はい、こちらですね。いいね、しておきたいと思います。 まあボンドプロジェクトのですね、抗金の要求の仕方って本当ふざけてるんですよね。冒頭にも言いましたけども、仲間内のキャンプ旅行でですね、抗金を要求してるぐらいなので、まあ、皆さんもごよくご存知だと思いますけども、まあ、キャンプ旅行以外にもですね、まあ、今回ちょっとこれから紹介させていただくようなですね、研修名目でもですね、めちゃくちゃ抗金要求してるんですよね。えー、こちらですね、ちょっと画像の方を見ていきますと 4月からですね、これも4月から、もうガーッとですね、もう新人スタッフ研修に <laughs>、もうずーっと研修でですね、もうみっちり研修が入っていてですね、これに公金を要求してるわけですよね。で、5月なんてですね、これ、立花淳。立花淳のですね、えー、団体、団体の代表に対する研修にまでですね、税金が投入されているというですね。いやー、ほんと、こいつら、 非常識すぎだろうというふうに思いますけどね。で、次の2枚目の画像も見ていきますとですね、えー、6月から9月にかけてもですね、ずーっと研修をしてるわけですよね。もう夏になってもですね、秋になっても、えー、新人研修が続いてしまうと。<laughs> これですね自分で利益を稼いでいるその一般の大企業とかならわかるんですよ。まあ予算が潤沢にあるっていうのでですね、まあ、大企業がこういう長期間かけて新人を育てるっていうのなら理解できるんですけども、これ税金ですからね。 どこの予算が潤沢にある大企業なんだっていうふうに思いますけども、まあこれ今回9月までしか書いてないですけども、10月から12月に関してはですね、開示請求中だと思うんですけども、これまだまだ多分もう1年中研修してるんでしょうね。まあこの6月なんてですね、もう立花淳の研修3回もやってますからね <laughs>。どれだけ研修するんだっていうような話ですよね。で、もちろんですね、この研修というのにはですね、公金がバン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 使われていまして、 しかもですね、交通費まで <laughs>、え公金を要求してしまうというのでですね。まあなんか宿泊スタッフ研修とか書いてありますけども、こんなのもう旅行だろこいつら。研修ぐらい自分、自腹でやれよって話ですよね。もう東京都の職員がですね、もうチェックすらしないからこのようにですね、もうやりたい放題なわけですよね。もうふざけすぎにも程があるだろうと <laughs>。しかもですね、このなんか相談員、相談者交通費っていうのでですね、 もう5000円が20人に配られるんですけど <laughs>。すごくないですかこれ。タクシーですよねこれ多分。毎回タクシー通勤なんでしょうか研修の日は皆さんタクシーで通勤しましょうみたいなですね。そんな活動をされていらっしゃるんでしょうかいやーもうこいつらですね、一生公金が投入される事業受請け負わないでほしいですよね。優雅な NPO 活動、ご苦労様ですというようなとこですね。はーい。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います、えー。まずはですね、こちらのコメントです。団体が運営する喫茶スペースって、喫茶スペースの売り上げないの無料カフェ障害者就労支援のカフェだって、一応売り上げあるよっていうのでですね、えー、売り上げはですね、自分たちのポッケに入れるんじゃないですか <laughs> 税金もらうだけもらって、えー、売り上げは自分たちが持っていくというですね。うん、まあ、そういう風な感じに見えますよね。だって売り上げに関する報告が一切ないですもんね。いやー、いいですよね。原価は全部税金で払ってもらえて、売り上げだけ、利益だけ持っていけるって、本当素晴らしい事業ですよね。こちらですね。いいね、しておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 民間企業が受注した仕事の見積もりの中に、社員研修、運営費を計上していたら、ドン引きだよね、普通。都の担当者がそういうのを指摘したら、二等夢野さんが共産党議員も使って暴れ出すから、都の職員も指摘できなくなったんではないかと想像している。あれ童話事業と構図が似てるっていうのでですね、いやー、ドン引きですよね。こんなの整形していくんじゃねーっつってですね、普通切れられますよ。<laughs> <laughs> 取引先から外されますよ、普通。しかもですね、この宿泊費 <laughs>。宿泊費まで請求してるわけですからね。いやー、普通にありえないと思いますけどね。はい。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。2022年5月17日のボンドのインスタ、コアメンバーミーティングとハッシュタグをつけて、7人がテーブルを囲んだ写真がアップされています。 撮影者含めて計8人やはり研修じゃなくてミーティングですよねっていうですね <laughs> <laughs> バレたーっていうのでですね。いやーもう団体内でですね、社内でこう、社内ミーティングをするだけでですね、人件費も取れる、えー、研修費も取れるというのでですね、えー、ボンドプロジェクトさん、ミーティングをするたびに、ガッポガッポ儲かるというのでですね、もうこうやってですね、抗金チュー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 しまくってるわけですよね。はい。これこそ抗金チュー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 してるって <laughs> 言いますよね。いやー、こんなことにですね、自分たちの税金が使われてるわけですよね。うーん,ほん,とふざけん ってて話でですすすよねねねこちらもです、ね、いいいいいしておきたいと思いますはーい、えー、皆さんですね、今回、ボンドプロジェクトさん、若年被害女性に対してですね、就労支援をしたいから1000万円くださーいって言ってですね、一切ハローワークにつなげていないというですね、えー、就労支援に一切つながっていないと、そんなボンドプロジェクトさんになっていましたけども、皆さんですね、このような、えー、税金をジャブ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 使うですね、ボンドプロジェクトさんについて、皆さんどのようなご意見をお持ちでしょうか。 皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。